今回 JEA 包囲圏において取りまとめていただきました調査について、これを実施するに至った背景につきまして私の方からご説明をさせていただきたいと思います。まず政府といたしましては、現在福島の避難指示区域の放射線被曝量について大きく分けて2つの種類のデータを測定をしております。まず1つ目としては、いわゆる空間線量と呼ばれているものでございます。より専門的には空間線量率から推定される年間積算線量と呼んでいるものでございますが、これはサーベイメーターと呼ばれる放射線量を測定する機器を用いて空間の放射線量を測定した上で、個人が屋外に8時間、屋内に16時間滞在したと仮定をして、その場合にその空間の放射線量から年間の被曝する線量を推計して得られるデータ、また航空機モニタリングに基づく年間被曝線量のデータといったものがこれに該当をいたします。このいわゆる空間線量といわれるデータについては2つの特徴がございます。まず1つ目ですけれども、個人の生活パターンについて8時間屋外、16時間屋内という仮定を置いておりますので、例えば農業をやっておられる方、林業をやっておられる方のように、1日のうち屋外での滞在時間が比較的長い方々にとっては、実態に近しい値になっていると思います。他方で、サラリーマン、勤め人といった方については、屋外での滞在時間が短い方が多くなりますので、実態より相当程度高い値になってくると思っております。2つ目に、やや大雑把に言えばですね、空間にある放射線量をまんべんなく測定をしておりますので、必ずしも個人が被曝する放射線量でない部分も測定値に反映されるという性格がございます。この後詳細な調査結果の説明の中で解説があると思いますけれども、今回の調査では空間にある放射線量からガラスバッジ等の個人線量計の測定値に反映される部分がどの程度なのかということについても検証を行いまして、約7割程度であるということが確認をされております。つまりある時点でのサーベイメーター等での測定値に 0.7 を乗じることで、その同じ地点における個人線量計の測定値に近接するといった結果が確認されたということでございます。もう一つはですね、いわゆる個人線量と呼ばれているものでございます。でこれはガラスバッジ、D シャトルと呼ばれているような、個人線量計を住民の方々が持っていただいて、その一人一人がですね、被曝線量を実測して得られるデータというものになります。でこのデータの特徴としては、いわゆる空間線量というのが一つの生活パターンのみの仮定をしておるわけです。やや大雑把な仮定を置いているわけでございますけれども、いわゆる個人線量の場合には、正確に計測できればですね、一人一人の生活パターンに実態に即したデータを得ることができるということになります。他方でそれぞれ人それぞれでございますので、個人線量計を自宅に置いたままで実際に傾向されなかったという方もおられるでしょうし、そういったケースの場合にはですね、個人線量計の測定値が実際の被曝線量を正確に表していないということも生じ得ます。こうしたいわゆる空間線量といわゆる個人線量、2つのデータ、それぞれ足らざる部分があるというふうに思っておりまして、この2つのデータの足らざる部分を補って、より実態の被曝線量に近い値をですね、よりシステマティックな形で把握する方法はないものかと考えまして、私ども支援チームから JEA さん、包囲圏さんに調査研究を依頼したものでございます。その結果が本日お手元にお配りしたものになっております。この調査研究で検証した放射線量の把握手法についてより具体的に申し上げますと、まず1つ目にはファントムと呼ばれる人体模型に個人線量計を取り付けまして、複数の地点にそうしたファントムを置いて、その地点ごとで個人線量計の測定値を取得いたします。その上でいくつか類型化された生活パターン、例えば農家であれば農地に何時間いる、屋内に何時間いるといった仮定を設けまして、その生活パターンごとに異なる放射線量の地点での滞在時期とで実際の生活パターンに即した被曝線量を推計するという手法になってまいります。こういった手法に基づいて今回の調査で推計した線量のデータについて、お配りしている報告書の概要資料の6ページ7ページ目に、記載がされておりますのでご覧いただければと思っております。以上が今回の調査の実施に至った背景、調査結果の概要でございますけれども、今回の調査に関しまして、一部報道の中で、情報を隠していたですとか、半年間情報を公表していなかった、
調査結果を操作したといったご指摘を受けておりますけれども、必ずしも調査の全体像についてご理解をいただかないまま、誤解を与える報道をされている部分があるのではないかと考えておりまして、この点について一言申し添えさせていただきたいと思います。先ほど申し上げましたとおり、この作業の調査の作業としては大きく分けて2つの要素からなっております。1つがファンともに個人線量計を取り付けて、複数の地点で個人線量計の測定値を測るという作業です。でもう1つが、その累計された生活パターンを設定をして、1つ目の作業で得られたさまざまな地点の測定値から生活パターンに対応させるべき適切な測定値を抽出をすると。でそれを組み合わせて計算をすることで、実際の生活パターン、林業ですとか農業、勤め人の方、実際の生活パターンに即した被曝線量を推計するっていう、その2つの作業があります。で昨年10月の時点で、私どもこの1つ目の作業のみが終わっている状態でございました。いわゆる測定値を得るという作業です。2つ目の作業に着手しようという段階でございました。つまり調査全体から見れば、分析の素材の収集作業が、終わっていない段階にあったということでございまして、その段階で情報を公表せずにいたとか隠していたというわけではないというふうに考えております。また調査の途中段階における法医研 JEA さんとのご議論の中で、例えば生活パターンの類型を想定するにあたりまして、どの統計に依拠すべきかといった点についても、試行錯誤を重ねておりました。その中でいくつかの異なる前提に基づいた推計値を出したこともございますけれども、それが低い数値になるような意図を持って操作を行ったとか、そういったものでは決してございません。なお先月末に報道がありました件につきまして、以上のように調査結果を隠した上で操作をしたとかですね、推計値が高かったために公表を見送ったという事実はなかったにもかかわらず、意図的に情報を隠蔽したという誤解を与えるような報道がなされたことについては大変遺憾だと考えておりまして、経済産業省大臣官房長名で抗議を行っていることも申し添えておきたいと思います。また田村市の宮古寺地区の避難指示解除に向けた議論の中で、これまで公表してきておりましたいわゆる空間線量のデータと、特例的に宮古寺地区に宿泊をされておられる個人線量計を持っておられる住民の方で、国にデータを提供いただいた方、その個人線量計の測定値データ、つまり既存2種類のデータでその時点で得られた最大限の情報について説明会の場を通じて住民の方に情報提供をしております。この点、一部には、国が住民を騙したと受け取られるような報道も、ありましたけれども、そういった事実はございません。利己害がされている部分があるということを指摘させていただきたいと思います。一連にいたしましても、今回の調査における手法について今後とも引き続き検証改善を行いますとともに、地元とともに相談をしながらデータの拡充公開を行っていきたいと考えております。皆様のお手元に支援チームのホームページの、プリントアウトをお配りをしております。最初に申し上げた既存の2つの種類のデータ、それから今回、調査結果を踏まえたデータ、3つの異なる種類のデータの内容特徴について公表をしております。今後とも、空間線量個人線量も合わせてさまざまな類型の放射線量のデータについて市町村ごとに分かりやすく整理をした上で支援チームのホームページで公開をしていく予定でございます。こういった取り組みを通じまして、住民の方々がふるさとに帰還した場合にどの程度の被爆線量になるのかということをしっかりと把握できることに、なれるように役立ててまいりたいと、このように考えております。この事業は支援チームさんからの、依頼に基づいて、我々法医研とそれから日本原子力研究開発機構さんが共同で行ったものです。でお手元に、横書きで資料になっているものが1冊と、あと概要版って左上に書いてあるものがあると思うんですけども、この2つを、本日、2つの機関から、同時に公表させていただきました。それで、今日はこれについてご説明するということで、2つの機関共同なんですけども、まずは私の方からごく簡単に内容を説明するということにさせていただきたいと思います。で今日のご説明は2つの資料のうちの概要版という方に沿ってお話しさせていただきます。でまずタイトルがありまして、その下に、四角で囲ってあるところが、今回の事業の内容を、大まかに示したものです。で、経緯と最初の数行はもうすでに
お話しした通りですので、事業の目的としては、カタカッコ1のところですね、空間占領と個人占領の関係を、明らかにするということです。まあ、いわゆる、サーベイメーター等で1メーターって測ったような空間占領というものと、個人が、まあ、身につけて占領を図る、個人占領というものの関係が実際にどうなっているかというのを、まあ、明らかにしたいというのが最初の目的です。それからもう一つは、まあ、それらの結果を踏まえつつ、代表的な生活パターンを、まあ、想定して、個人占領ですね、いわゆる、バッジを持って測ることができる、量を、まあ、それ以外の方法、まあ、具体的には、まあ、空間占領率を測ることによって推定はできないかということを試みたのが2番目ということです。でその結果、まあ、ポチが2つありますけども、1つ目が、今回の調査区域においては、はい、ここで今回の調査区域って後でちょっとご説明しますけども、まあ、山がちなところです。なので、場合によっては要するに地形が変わったりすると、今回の結果が多少変わる可能性があるので、ここのところではこういうふうに、まあ、あえて断りをさせていただいています。今回の調査区域においては、空間占領に一定の乗数 0.7 先ほどもありましたがを、まあ、掛け算することによって、個人占領括弧大人を適切に推定することができることが分かりました。でここで括弧大人というのは、今回は、空間占領率の測定あるいは個人占領の測定を、まあ、大人を想定した条件で全て行っています。なので、まあ、それ以外の、まあ、子どもも含めたそれ以外の体格の場合には、値が変わってくる可能性が十分考えられるので、まあ、ここでは大人というふうに断らせていただいています。それから2番目のポチが生活の場における空間占領率とそこでの生活パターンを仮定することで、まあ、おおよその年間被曝占領を推定することが可能であるということが分かりましたというのが2つ目の結論です。まあ、これらについてはこの後、まあ、ごく大まかにですけどもこの概要に沿ってご説明します。それからその下にちょっと名書きをつけさせていただいているんですけども、まあ、今回推定値を出しているんですけども、その中でいろんなこう、まあ、仮定を置いて計算をしたりしています。なので、まあ、今回の数値は、調査にご協力いただいた川内村、田村市、宮古寺町、飯舘村の代表的な値を示しているというものではないということをちょっと頭に入れておいていただければと思います。それから、まあ、当然推測値ですので、実測値ではないという、それからもう一つ、調査そのものが、昨年の8月9月なんですけども、まあ、この時点の調査結果をもとにしていますので、まあ、現在の、状況を、直接反映したものではないということになっています。で中身について、ご説明したいんですけども、まずその下にある調査の背景と目的に関しては今すでにご説明した内容と重なりますので割愛させていただきます。1枚めくって次のページに行っていただければと思います。次のページ、2ポツ、調査の内容というふうに書いています。でまず両括弧1調査地域です。で調査地域は、ここの 図の1で、地図に示した場所で調査を行っています。ここに書かれている3つの地域に、まあ、ご協力をいただいて調査をしたと。で調査を行ったのは、平成25年の8月に、予備調査を行って9月に、まあ、本調査を行っています。でその下の方に、両括弧に調査項目というふうに、あります。ここをちょっとご説明させていただきますと、まず、今ご説明した調査区域内の代表的な生活場所として、何箇所かご協力いただいて、調査をしました。ここに書いているように、まあ、住居、それから屋内の職場、学校とか公民館を使わせていただきました。それから屋外の職場として、農地や山林で、測定をさせていただきました。で、これらの場所において、まあ、次にご説明しているようなことを実施しましたということです。で、大きく分けるとサーベイメーター等を使った空間占領率の測定と、それから個人が装着する形の個人占領計を使った測定というのに分けることができます。これが丸1と丸2ということになります。
で丸一の方の空間線量計の測定に関しては、お借りした場所で、まあ、例えば建物であれば屋内とか屋外を分けて測るというようなことをしています。それから、丸二の方の個人線量計の測定に関しては、先ほどファントムっていうことが言葉が出てきましたけれども、人体の、まあ、性質を模擬したような模型ですね。それを使って、それに取り付けた個人線量計がどういう数値を示すかということを行っています。で、このファントムというのの、まあ、写真がですね、次のページの図の2というところにあるんですけども、これは校庭に、ファントムを置いている状態です。で、メタクリル樹脂っていう、まあ、材質でできているものなんですけども、まあ、人間の体による遮蔽効果とか人間の体が、まあ、放射性物質をこう反射するようなそういう効果を模擬できるようなそういうものになっています。で、まあ、そこに線量計を取り付けることによって、まあ、人がつけたのと同じ状態を再現できるというそういうものです。まあ、これを使って、まあ、これは人ではないので何時間置いておいても文句言いませんので、こういうのを使って長時間データを取ることができるということです。で、それから その一方で、まあ、こういう作業の間で、調査員がこの周りで作業をします。なのでその間に作業員そのものも同じ線量計をつけて、作業するということをしています。それによって、このファントムのデータ以外にも人が直接つけた場合にどうなるんだというデータも同時に取れています。なので、まあ、結果ではそれを並行してファントムの結果、人につけた結果という形でご紹介させていただいています。で、次のページの散歩地からが、調査の結果になります。で、まず、片括弧1の空間線量と個人線量の関係についてというものです。ちょっと文章がザラザラと書いてあります。で、ちょっとこれで説明していると分かりにくいかもしれないので、もう直接図を見ていただこうと思います。1枚めくっていただくと、1ページに図が2つ並んでいます。上が図の3、下が図の4です。で、上が、人に、調査員ですね。調査員に個人線量計を装着したで取られたデータの取りまとめ。下は先ほどご紹介したファントムと呼ばれるものに個人線量計をつけてデータを収集した結果です。で、それぞれ横軸と縦軸、まあ、同じ文言が書いてあるんですけども、まず横軸をご説明すると、空間線量率から推定される積算線量というふうになっています。これは、まあ、測定を行った場所で、サーベイメーターのようなものを使ってそこの場所の、いわゆる空間線量率を測定します。で、通常空間線量率っていうのは1時間あたりのマイクロシーベルトとかそういう単位で表記されるんですけども、その単位に、まあ、そこに滞在していたあるいはファントムを置いた人が滞在していた時間を掛け算することによってその時間の中での、まあ、線量の積算値が出ます。それが横軸です。これはまあ共通しています。で、縦軸が個人線量計で実測した積算個人線量です。これがファントムあるいは人に装着した線量計がその時間内にどれだけの値を示したかっていうことを示しているわけです。なので縦軸の値と横軸の値を比べることで同じ場所で同じ時間に取られたデータでサーベイメーターで測った空間線量率の値と個人線量で記録された値を比較することができるそういう図になっています。で、結果をご説明しますと、まずどちらもいわゆる直線性が非常にいいというふうに言うんですけども、きれいな相関があるということがお分かりいただけるのではないかなと思います。で、まず上の人の方を見ていただくと、まあ、何本いくつかこう点があるんですけども、それでちょっと右の方に小さくて恐縮なんですけどA から E までちょっと記号が違うのが書いてあって、これは実は調査員の記号と思ってください。 A から E まで5人の調査員の結果ということです。で、まあ、それが図にバラバラっとプロットしてあるということです。で、それでこの直線を引いて、まあ、ゼロを通る直線を引いてですね、その直線の傾きを見ると、この X 軸、まあ、縦軸と横軸の関係が、まあ、どういう関係であるかということが分かるわけです。
で、真ん中あたりに、まあ、青とか緑のラインが、まあ、何本か重なってるんですけども、まあ、このラインにほとんどのデータが載っています。でこの傾きがだいたい 0.7 ということが分かったというのが今回の結果です。つまり、横軸の空間占領率を、まあ、0.7 倍すると縦軸の方の、まあ、人の結果になる、人に個人占領計をつけた時の結果になるということです。それから1個だけ赤い線が、下にちょっと外れてるんですけども、実はこれちょっと体格のいい調査員がつけたデータで、体格が変わると少しデータが変わってくるということをこの結果は示していると思います。それから、下の方は、これは同じです。ただ人につけたのではなくて、ファントムに装着した状態だっていうところが大きく違うということです。で同じく良い相関があって、まあ、何本か直線がありますけれども、まあ、おおよそ 0.7 ぐらいの傾きになっていますというのが今回の結果です。なので今回は今回調査したような、まあ、エリアにおいては、まあ、先ほど山間部という言い方をしましたけれども、そういう場所では、まあ、空間占領率から推定される量にですね、まあ、0.7 をかけるとおおよそそこで人が持ち歩いた時の個人占領計が示す値に換算できるという、そういうことになりました。それから、次の、結果なんですけども、1ページめくっていただいて、4ポチのところに代表的な生活パターンにおける個人占領レベルの推定というのがあります。これが、まあ、避難した方々が、まあ、帰還した場合に放射性物質によって、まあ、どれくらい追加被曝を受けることがあるのか、まあ、それが、個人が持つ占領計に、まあ、どれくらい反映されるのかっていうのをまあ、推定することをしましたという結果です。で、順番にごく簡単にご説明したいんですけども、まず、推定に用いた数値とか仮定なんですけども、まず推定に用いた基本的な値は空間占領率です。これは皆さんご存知の1メーターの高さでこうやって測る NAI サーベイメーターサーベイメーターを用いて実測した屋内とか屋外の値、それから、通勤経路等を想定する場合には、まあ、実際にそこで車も走らせてですね、車内での実測値を取ることもしています。それから一部それができなかったところに関しては、すでに公開されている、走行サーベイ等のですね、データを使わせていただいている部分もあります。でそれが一番元になる、まあ、いわゆる放射線の数値の値ということになります。でもう一つ重要なのが、まあ、生活パターンということで、まあ、今回は、まあ、個人占領計ということなので、個人占領計をつけた人は当然一つの場所にじっとしているわけではないです。なので動きます。なのでその動くときに、まあ、どういうふうに動けば、でどこにどれくらい留まればどれくらいの線量になるかなっていうことを評価したわけなので、生活パターンを定義するということを行いました。で元にさせていただいたのはここにちょっと書いていますけども、 NHK の放送文化研究所さんで出されている国民生活時間調査2010というのの統計データを使わせていただいています。でまあ、その中にたくさんの統計データが載っているんですけども、特にその中で、まあ、農林業者、それから教職員、事務職員、無職者に相当する、まあ、データを、まあ、抜き出して使わせていただいている。で特に職業別の記載がない、まあ、生活パターンの部分に関しては共通のものを使っているということです。で、まあ、それらをもとにここの四角の表に示したような時間割を想定しています。まあ、上から無職者っていうのはいわゆる高齢者の方を主に想定しています。それから農林業者、教職員、事務職員ということです。で、右側が、まあ、どこにいるのかで、まあ、通勤も加えて、それらに、まあ、どれくらいの時間を費やすのかということを、仮定しているということです。でこの元にさせていただいた NHK さんのデータにはもっといろんなこう細かい区分けで作業とかですね、
例えばレジャーとか 休息とかそういうのも含めていろいろ細かく書かれています。で今回はそれを ある意味無理やり4つに分類しているということなので、そういう意味ではちょっと見てですね屋内とか屋外のところにそういうものを合わせたことによって、少し、一般的な感覚とは違う数値が入っているようになっているところもあるかなとも思っています。で、そういう定義をして、その上で、それらを使って、個人がつけて運ぶ個人の線量計にどういう数値が出るかを推測していこうということです。で、そのやり方を大まかに示したのが、次のページの、図の5になります。この図の5の、左のところに、こうなんか棒が仕切ってあるようなのがあって、これが1日の行動パターンを仮定したものですね。こういうパターンを仮定して、それぞれ、設定した業種の方々がこういうものにどれくらいの時間を費やすのかっていうのを、仮定したのが先ほどの表になります。で、その費やすその行動の間に、どれくらいの空間占領率のところにいるかというのを仮定してやって、見積もっていくわけです。で、元になるデータは先ほどご説明した通り、この図の右の上の方にある空間占領率を測った値、それに滞在時間をかけるといわゆる積算占領ということに。で、この積算線量に 0.7 をかけると個人が持ち運ぶ、個人線量計の値になるということなので積算線量計の値に 0.7 をかけたものを、その場所での、個人線量計が示す値というふうに考えて、その値に、そこに滞在する時間、を掛け算していくということをしているわけです。でそれを全部足し合わせて1日分を365倍すると、年間の個人被曝線量になるというそういう計算をしています。それから、ここではですね追加の被曝の線量を、出したいということでバックグラウンドは元の空間線量の値から差し引いて計算をしています。で実際にはもう現時点でそこの場所のバックグラウンドを知ることはほぼ不可能なので今回は 0.04 マイクロシーベルト1時間あたりという一般的に使われる値を使わせていただいています。で、その図の下に両括弧3、推定の結果というのがあります。で、これをごく簡単になんですけどご説明したいと思います。で推定の結果はお配りしてある、報告書 の中に、表になって、各ご協力いただいた場所ごとにですね、分けて、表になっていますので、詳しくはそちらの方を参照してください。で大まかな数字として、ここに、川内村それから田村市宮古寺町それから次のページ行って飯舘村という形で、それぞれの場所別地域場所別に書かせていただいています。それで、これどういうふうに見ていくかということなんですけども、例えば、一番上川内村、A 市 B 市2人います。これは、この2人の方々が、別々な違う場所に居住しているということを仮定しています。で違う場所に居住しているっていうことは、そこの場所の元を測って得られる空間占領率も当然異なるということです。でそれらの方々が、ある想定した場所で、農業をする、それから林業をする、それから教職員として勤務される、それから、高齢者の方は、自宅にほぼいるのかなということで、そうした場合に、どれくらいの線量になるかというのを評価したのがそこに出ている数値というふうになってきます。ですから職業あるいは行動による違いが、ある一人のデータを、横方向に見ることによって、傾向を見ていくことができるということになるわけです。で、A 氏の場合例えば今見ていきますと農業 3.5 から始まってこういう数値が得られたりと
ということで、傾向としてなんですけども、ここでも林業が 5.5 というふうになっていますけども、傾向として林業、森の中に立ち入るような作業をする場合には、全体的に少し高い傾向があるということが分かってきました。とそれからあとは当然なんですけども、その3つの地域それぞれ空間占領率の状態がこの調査時点で違っています。ですから、得られた推定値は、それに応じて、少し低めなところそれから少し高めの値になっているところが出ているということになっています。で、それから、これで一応おおよそのところはご説明したということにさせていただきたいと思うんですけども、最後に7ページ下のところに謝辞を書かせていただいてますけども、田村市役所それから宮古寺行政局川内村役場飯舘村役場の方々また測定のために自宅やその農地をご提供いただいた住民の方々には、多大なご協力をいただきました。ここで改めて感謝いたします。以上です。